ちゃい時のシダックスということで、ちっちゃい時の僕をがっつり見ていこうと思います。いや、めっちゃ懐かしいです。本当になんか、もう肘のね、ほくろは変わってないんですけど、それ以外すごい変わってるんで、ちょっと一緒に見ていきましょう。これは、日本の半分の大会ですね。わかる人はわかると思うんですけど。で、小学5年生です。2009年。2010年代でもないっていう、かなり前ですね。で、これ歩いて真ん中まで行って、倒立ブリッジなんですよ。ここがいきなり鬼門っていうね。うわぁ、ちっちゃいなぁ、なんか、ヨロヨロしてますね。ここ展開。展開得意でしたね。ここも止まる気しかしてなかった記憶がある。でも、このバランスがめっちゃ苦手っていう。足全然上がんないですよ。みんなもっと、普通に足180度開く人とかいるんですけどね。僕全然上がんないです。こういう蹴りは得意なんですけどね。こういうとことかも、あ、よちよちみたいな。やっぱ、そんな綺麗じゃないですよね、この時から体操。もう、こことかも不安定すぎて。もう、ここがやっぱ、このね、一節がめっちゃ緊張するんですよ。もう、柔らかいな、体。この時の方が。神秘倒立だ。体操の基本ですね。危ない、危ない、危ない。時間止まっちゃってるよ。おー、なんとか2秒止めましたね。サービス精神旺盛ですね。4秒ぐらい止めてましたね。ラスト。バク転バク転宙返りかな。おー、高さだけは一丁前ですね。挨拶が面白いですね。うわ、この時はもうノリノリでしたね。ガッツポーズなんかしちゃって。次、釣り輪ですね。いや、もう緊張してるな。うわ、めちゃめちゃ応援してくれてるみんな。声高いな、みんな。自分含め。釣りはでっか。顔よりでかいっすね、釣りは。うわ、規定だ。うわ、肩返してる。うわ、痛そう。この時は痛くないのか。うわ、リストバンドもめっちゃ分厚そう。おー、頑張れ頑張れ、上げろ上げろ。おお危ない危ない危ない。めっちゃ不安定。輪っか横向いてますからね、完全に。うわぁ。こっからがスイング系ですね。なるべく倒立に上げたいみたいな。全然上がんないじゃん。あ、まあ、ここいいかな、強いて。おぉ。なんじゃい、それは。そのポーズはなん挨拶もめっちゃ恥ずかしいのが手前にあって。9.3 ですね。まあまあまあ、めっちゃ出してくれたんじゃないですか、これ。跳馬です。跳馬2本飛ぶんですよね、展開飛び。うわぁ、緊張してそうだな。緊張とかしてないのかな、この時。走り方はもう今と変わんない。おー、いいですね。安牌安牌って感じで。まあ、ちっちゃ、跳馬と同じぐらいじゃん。2本の平均かいい方みたいな感じだったと思いますね。だから今考えたら2本連続で飛ぶとか無理ですけど。忘れてたのかな、今。え?2本だよ。いや、これは、ま、なんか自分の中で、どっちか止めないといけないみたいなあった記憶ありますね。そんぐらいしとかないとやばいんじゃないみたいな。頑張れ、もう一本。肘伸びるなぁ。おい。おぉやるじゃんすごいね。98ですよ、98。すごくないですか?次、平行棒ですね。うわ、もう、平行棒苦手だったんで、もうめっちゃ嫌そうな顔してますね。もう滑るんですよ。最後の檻があるんですけど、そこ滑るのがめっちゃ怖くて。頑張れ。力技。頑張れ。うわ、ほくろが目立ちますね。いやー、やっぱ下手なんだよな。いや、上手い人もっと上手いんですよ。でも倒立は、まあまあ綺麗になったんじゃないかなって感じです。この倒立はね、ここはそんな止めなくてよかったんですけど、あ、僕のサービス精神で止めてるっていう。めっちゃ長いですよね。多分審判飽きるでしょってぐらいな止めてるんですけど。やっぱ試合頑張っちゃうみたいなとかありますよね、小学生って。いつも以上出しちゃうみたいな。そんな感じですね。うん、最後ちっちゃ。危な。飛びそうになったし、絶対。手前なのほんとダサいな。9.45 ですね。ラスト、鉄棒ですね。いやもうほんとに、うわぁ、なんかこの横見る感じとかもう懐かしいというか。うわぁ、声でか。
ヨロヨロしてる。ぶら下がった姿勢とかもなんかちょっとかっちょ悪いっすよね。大振りかな最初。うわ、この曲懐かしい。本編二分の一こうはめるんですよ、なるべく。もう一回二分の一でなるべくはめて、これ前持ち替えがめっちゃ嫌いだった。うわ、逆者とかもなんとかみたいな、抱え込んでないじゃん。ガッツポーズダサいな。うわぁ、ほんと僕この時ね、ほんと人生で一番調子乗ってたと思いますね。その今このシダックスに向かって、今ジャパン入ったよって言っても、当たり前っしょって言ってると思います、多分。そんぐらい調子乗ってましたね。で、これ確かね、8位ぐらいだったんですよ、個人総合。だからもうそれでもっとね、調子の方が加速してね、大変でしたね。9.4 ですね。まあまあ。最後、エンバ大会です。これ何周回るかってやつで、僕ね、もうなんか6種目の方が良かったから、もうやる気なかったんですよね。ほんと最低ですよね。しかも今思うとこれ3人で並んでんのすごいっすね。なんかもうめちゃめちゃ競争させられてる感じっていう。これ確か44周とかで終わった記憶ありますね。一番の子が151周とかかな。いやもう、この時とかもう、いや、落ちてもって思ってやってましたからね。いや、甘いっす。後悔っす、もう。もうこの小5の時はね、ちょっと、なんか後悔してるというか、そういうとこばっか考えてたんですよね、なんか。全部頑張らずに、なんか力抜くとこ抜くみたいなことやってたんで。今思ったらなんか良くなかったなって思いますね。この円盤もね、出た人分かると思うんですけど、めっちゃ滑るんですよ。だから、それを気をつけながら回すっていうね。これ気散んないのかな、みんなで。あ、落ちちゃった。あ、そんな悔しくなさそうなんですよね。で、これが僕の小学校5年生の時のビデオでした。で、これがもっとね、好評だったら、小2とか、小4とかもあんのかな、そういう動画もちょっと上げていこうと思いますんで、ちょっとコメントとかもっとやってほしいとか、あと高評価の数とかで判断しようと思います。いや、面白いですね、これ。これを見てる年代の子に言いたいのは、僕とね、この小5ぐらいの子に言いたいのは、もう今、どんなんでもね、この後何にでもなれると思うので、頑張ってください。僕もそのね、中に入りたいと思います。僕は今21歳ですけど、まだ何でもできると思ってるんで、で、小学5年生だったらもっと何でもできるんで、いや、本当に可能性は無限なんで、好きなことを頑張ってやってください。じゃあ一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。